続いては鶴岡市業上場連黄金の舞の皆さんです。お願いします。もっと青くて、ゆかり力の、あのやり取りどうでした？いや、まあ、あんなもんですあんなもんですね、はい、ちょっとやりづらかったんですけど、ね、上場まだ言ってたかさあ、本当にね、他県の皆様から、いろいろご協力いただきながら山形のよさこい、私は2003年に、よさこいの、なんだろう、子供たちの同行から始まったのがきっかけでございます。そこから各祭り、夏祭り と、地元のお祭りに、微力ながら協力させていただきました。ただ一つのチーム、二つのチーム、三つのチームじゃもうやりきれないということで、いっぱい種をまきながら畑を肥やし、そして肥料を与えてないんで、鶴岡のチームおかげさまでですね、将来のチーム10チームくらいはなったのかなと思います。本日、ご来賓でご列席いただけてますよさこい祭りの元実行委員長になります那須様の方からも刺激をいただきながら、本当に一時期は10年目の頃かな、すごく楽しかったんですけども、ここから先、これから先どう楽しむか、これがよさこいと、あと秋田のチームでこれがよさこい、これでもよさこいなんて物申しておりますが、私どものよさこいを楽しもうかなと、今日精一杯踊らせていただきます。ご声援たまりますよ、どうかどうぞよろしくお願い申し上げます。局長まで白倉選手長よOh!
気持ちいい、すごい気持ちいい、ここ、ご先祖様に感謝申し上げます。頂上で大物舞でした。ご先祖様に本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。